こんにちは。肝倉アナウンサー、ゆうじにーにー,ーです。お元気ですかはい。今日はこれですよ。聞き手に疲れる読み方、話し方。ね、えー。これについてね、いろいろお話ししていこうと思いますけれどもね。やっぱりね、明るい話し方でしょう。疲れるっていうのはね。じゃあそれね、どうやってやったきけいいのかね、えー。そのあたりですね、今日はお話ししていこうと思います。さてさて。まあね、身の回りにはですね、 明るい話し方ができない人なんとなく暗い人いるでしょそれからね怒った声になってる人 <laughs> きつい声になってる人いますよねうんでなんでいつも喧嘩腰越しで喋ってるのみたいなそんな人もいるでしょあれね実際のところね実はね本人あんまり気がついてないみたいなんだよね <laughs> だからちょっと今日はねあのまずね人に好かれる。 聞き手に好かれる話し方っていうのをね、えやっていきたいと思います。どうやったらそういう風うになるのかっていうね、今日ポイントありますよ。はい、最後までご覧くださいね。ということで、あのいつものようにチャンネル登録はね、ぜひお願いします。それからですね、え興味があったり面白かったりしたらね、え高評価ボタン一番最後に押してください。お願いします。さ、今日のテーマその聞き手にですね好かれる読み方。 話し方、ね、あのプレゼンテーションなんかもそうですよねあの、聞いてて飽きちゃう人っているじゃないですか。ね、で、原稿を読んでる人を聞いてて、なんか暗くて嫌だなっていう人もいるわけですよ。それで、この5つ、見てください。1番、声のトーンを上げる。2番、テンポを速める。3番、ボリュームを上げる。4番、口角を上げる。5番、感情を表現すると。 いうこの5つ、練習方法とか例題とか挙げてお話ししていこうと思います。じゃあまず1つ目、こちら。声のトーンを上げるということで、私も今ですね、実はいつもよりもちょっとだけね、声上げてんですよ。ちょっとだけどころじゃないか。<laughs> あの、明るめのトーンっていうのは、やっぱりね、普段喋ってる声よりちょっと高いぐらいのところが明るめの声なんだよね。うん。そして、明るく口の大きさ。 もごもごしたらね。全然ね。明るく聞こえないんですよ。分かってます <laughs> ね。そ <laughs> れでこういうね。口を大きく開けると聞きやすくなるで、しかも高い。これでね。明るく聞こえるんですよ。うん、やってみてくださいね。はい、だからまあ,あのまずね。ちょっとね。この例題でやってみたいと思うんです。けれども、関東地方は曇りのち晴れ。明日は快晴で春の陽気が続くでしょう。まあこういうね。 えー、例題があったとして今は普通に読んだんです。ね。それでちょっと高めにね、えー、上げてトーンを上げてねそれで読んでみるとこういうふうになります。関東地方はは曇りののち晴晴れ明日快でで春陽気が続くしょうどうですかさっきの関東地方は曇りのち晴れ明日は快晴で春の陽気が続くでしょう。 雪になっちゃうみたいに <laughs> そんな感じに聞こえるでしょ、ね、だからやっぱり声のトーンっていうのを少し上げてね話すだけで明るく好まれる声になるということです。じゃあ2つ目いってみましょう。2つ目はこちら。テンポを早めるということですね。あの普段の喋ってるそれから普段の読んでるそのスピードよりも若干速く読む。あまり速く読んじゃダメですよ。うんで ゆっくりと話すとね、聞き手はやっぱりね、なんかつまんないね。さっきも言ったけどね、ゆっくり話してる人って、割とね、口が開いてないんだよね、うん。もごもごしながらね、ゆっくり読んじゃうんで、なんかね、もうね、ゆっくり読んでて聞きづらいなっていうふうに思ったら、もうそれだけ気になっちゃってね、内容が全然理解できなくなっちゃうん。だからまずはね、その、ゆっくり読まずに少し早めのペースで読んでみる。でね、 パンパンパンというようなねリズム感が出てくるとなおよしねそういうことでちょっとねこのね例題見てみてくださいはいこれねえっ、ー、と普通の読み方だとバレーボールとの出会いは3年前練習を始めるとどんどん楽しくなりついに高校総体ではベスト4に入りましたまあこれ普通ですはい、ね、それがちょっと明るく読んでみようということでちょっとテンポを早めるのね うん、それで読んでみると「バレーボールとの出会いは3年前」練習を始めるとどんどん楽しくなりついに高校総体ではベスト4に入りましたどうですねずいぶん違うでしょバレーボールとの出会いは3年前っていうよりもバレーボールとの出会いは3年前これぐらいのスピードほんのわずかなんだけど違いがわかるでしょバレーボールとの出会いは3年前というよりも バレーボーボルとの出会いは3年前これぐらいになった方がリズミカルに聞こえてくるんでそうすると聞き手はね引きつけられるんですよこういう読み方すると、うん、だからまずねテンポよくポン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 ってこうやってね、えー、練習していくといいと思いますもう一回ちょっと読んでみましょうバレーボールとの出会いは3年前練習を始めるとどんどん楽しくなりついに高校総体ではベスト4に入りましたうん まあこういうふうに読めばですね、例えば、どんどん楽しくなりのところで、少し間を置いて、それから、ついにっていうのはね、少し強調しながら、スピードを上げてまた、高校総体ではベスト4に入りました。こんな感じで読んでいくと明るく聞こえるんです。ね、もう一回ちょっとね、間を置いて、えー、それから、ついにっていうのを少しね、強調しながら、読んでみたいと思います。じっくり聞いてみてくださいね。バレーボールとの出会いは3年前。 練習を始めるとどんどん楽しくなりついに高校総体ではベスト4に入りました、まあ、こういうふうにね読んでいけばスピードが上がってるだけにそして口の開きがね大きいさらにリズム感がポン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 と取れてるんで心地よく聞こえますこれがね一つの秘訣ですよじゃあ続いて3つ目ですけれどもね3つ目はボリュームを上げるということなんですね まあ、ボリュームを上げると聞きやすいっていうのはもう確かにあるんです。ねえーまあ、自然の範囲でボリュームを上げるっていうことなんでちょっとね微妙なところあるんだけどでもね自然の範囲でいつもよりちょっとだけ強く強く出すの、ね、ほんのちょっとだけ強く出すとそれでもねやっぱり聞き手にとっては聞きやすい話し方になるんですね。であのこれはね原稿を読んでるだけじゃなくってそのプレゼンテーションやるときあるでしょう。 ね、でそういう時なんかも少、ね、少し大きめに、ね、声を出して読んでみると、なかなか、ね、聞きやすい、そんな感じしますよ。はい、でね、この例題でね、ね、えー、口の周りの老化撃退簡単トレーニング、ちょっとぐさっと刺さってる人もいるかもしれないけど、<laughs> 私、はいで。これをね、<laughs> 普通に読むと、口の周りの老化撃退簡単トレーニング。これさっっっき言ったよ、ね、ちょととトーンを上げると 口のの周りの老化体簡単トレーニングこれぐらいでもこれじゃああんまり明るく聞こえないでしょその時にボリュームを少しこうね強めに出す口の周りの老化撃退簡単トレーニングこれだけでもね随分明るく聞こえるようになる聞き手がとにかくね聞きやすい、うん、そういう声になりますねじゃあ続いてね口角ここですね口角を上げるここは 上唇と下唇のちょうどね、中間あたりでしょ。これをちょっとでも上げると明るくなります。はい。で、明るく聞こえるようになるし、印象がとても良くなる。口角を上げるとね、うんって上げるとね、うん、ニコッとする感じでしょ。でね、よくあの、笑い顔の人っているのね。うん、あの人たちっていうのは全部この口角っていうのが上がってるの。だから、悲しくても、なんかすごく笑顔に見えちゃう。 得かもししれないそうたねだから意識的にこの口角を上げるっていう練習相手にね好感持たれますここが上がってるだけでねそれでよくここにね割り箸ストローこうねガッて噛んでそれでここ訓練するとかいうのはあるんだけど僕なんかいつもやってるのはこれね何回も動画で言ってるんだけどこれをやるとねこのあたりの筋肉が まあ表情筋って言うんだけど、これがね、柔らかくなる。うん、そうすると、緊張するとよくこう突っ張っちゃったりする人いるでしょで、これがね、なくなるんです。ですぐに笑顔ができる。ね、えー。口角が上がるんです。だからね、これね、普段から練習してた方がいいかもしれないですよ。い、う、い、う、い、う。これね、覚えてください。はい。続いて、感情を表現するということですね、5番目。はい、えーまあ。特にね、プレゼンなんかやる人、すごくね、ヒントになると思います。 例えばね言い方言い回しなんですよ。これ見てください、えー。こうしてもできませんっていうのとあとこうすればできます。同じ意味なのね。でもね聞き方によっては違うでしょ。こうしてもできません。こうすればできます。捉え方が全然変わってきちゃう。それからねこれねあのスピード仕上げは1,000円かかりますっていうのとスピード仕上げは1,000円でできます。 同じ意味でしょ、これ。1000円でできるということで。でもね、言い方によって全然違うのね、捉え方がね。これがね、とってもね、プレゼンテーションなんか重要なんですよ。スピード仕上げは1000円かかります。えー、千1000円かかっちゃうのっていう感じでしょ、聞いてる人は。ね。だけど、スピード仕上げは1000円でできます。あ何、1000円でできちゃうのみたいな。そういうふうになるでしょ。だからね、これだけでもね、全然ね、感情の表現が変わってきちゃってるんですよ。 だからね、あのポジティブな言い方をするときって、どっちかっていうと、やっぱり明るく聞こえるよね。うん。今のも、スピード仕上げは1000円でできますって言ったときに、相手喜ぶでしょ。ねだけど、スピード仕上げは1000円かかりますって言ったら、喜ぶ喜ばないでしょだこれの違いがある。だからね、プレゼンなんかやる人なんか特にそうなんだけど、否定的な言い方をするんだったら、肯定的な言い方に変えると、どんな言い方があるんだろうっていうのを、よく考えて、 それでプレゼンした方がいいと思うんだよねだからね、そうすると相手もやっぱり楽しくなるでしょ。ね。あこの人すごくいいこと言うね、みたいなね。そういうふうになるよね。ただね、僕みたいにこうやって手をこう動かす人いるでしょ。でね、僕なんかまあ自然にこうやってやってんだけど、だけどね、パッてやっちゃう人ね、こうなんですよ、みたいなね。これはちょっとやりすぎで。 なんかね、あの、弾いちゃう、やっぱり聞いてる人はね。だから、柔らかく柔らかくね、あの、手なんかを動かす。あと、顔の表情なんかもね、できるだけこうね、明るく明るく、笑顔でしゃべるっていうことね。それで、よくね、プレゼンテーションが終わった後に、何か質問ありますかって言ったときにね、はいって言って質問くるでしょ。その時に、えっと、それはですね、みたいなこと言う前に、一言ね、あの、ああ、いい質問ですね、っていうふうに言うと、 質問者はとってもね、あまとえたな、いいことを聞いたんだなっていうふうに思うわけでしょ。別にこっちはいい質問でも何でもないのかもしれないね。だけど、ああ、それいい質問ですねって言われたときに、言われた人はとっても気持ちよくなる。だからこういうのはね、あのどん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 使っていくといいと思うんだよね。それでね、 カウンンセリング受けてくれるる人が結構いるんですよ僕のカウンセリングねで僕のカウンンセリング受けるとなんか最後終わる頃はねみんなね笑顔で終わる <laughs> ニコニコしながら楽しくねやっぱり喋ってるからあの聞いてる方も楽しくなっちゃうんだよねそれでカウンセリングはねだん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 こうヒートアップっていうのも変だけども楽しい明るいものになるんでまああとで言いますけれどもカウンセリング受け付けてますからあのそういう感じでね楽しんで話すと。 ね、それからポジティブな話し方、ね、ポジティブに変える話し方これがね感情を表現する、ね、いい感情を表現するやり方の一つテクニックですからね覚えてくださいはいこのね今日やりました5つこのポイントを押さえておけばかなり明るくねあの聞き手に好かれるような読み方そして話し方になると思いますまずだからトーンを上げるっていうことはやっぱり明るくなるわけですよ ね、それからテンポを早めるだけでも、パン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 っていうだけでも明るく聞こえてくる、それからボリュームね、ボリューム、ボソ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 喋るのと、バーってボリュームをね、ばーこう出しながら喋るのとは全然違ってくるわけだから、やっぱりボリュームも必要ですね、それからあとはやっぱり表情筋、ここのね、口、えー、角っていうんですけれども、ここをちょっと上げる、ね、上げて喋るね 意識でいいんですよ。意識でいいんだけど、ここを上げてしゃべるで訓練方法としてはさっき言ったようにいういう。この訓練だけでかなりここは上がります。これをやるとね。あのここの表情筋が柔らかくなるんで簡単に笑顔が。 できるわけですよね。バカ面だったすいません。<laughs> それからですね、最後やっぱり、この一番重要だったのは、感情を表現するってことね。同じ意味なのに、言い方変えるだけで、相手がね、受ける印象って全然変わってくるでしょ。スピード仕上げは1000円かかります。ね。スピード仕上げは1000円でできます。同じ意味なのに、受け取り方が全然変わっちゃうっていうことね。それから、あの、プレゼンなんかで最後のね、えー、質問はって言った時には、 あの、なんか言われたら、あ、いい質問ですね。こうやってね、褒めちゃう。うん。そうすると、聞いてる方もとってもね、嬉しくなりますよね。で、まあ、楽しい、楽しい表現。これはね、普段からやっぱり楽しいんだ、楽しいんだ。明るくしよう、明るくしようっていう、そういう気持ち。それだけでもね、随分変わってくる。顔つきが変わってきちゃうんで。ね。だから、こういうことをよく頭に入れて、 明るく話していこう。明るく話していこう。普段から明るくなっていこうっていうような気持ち。これが一番重要だと思いますね。はい。そろそろお別れですけどもね。私ね、あの、IAS、インターネットアナウンサースクールの講師やってます。でさっき言いましたけども、あの、無料で今、カウンセリング受け付けてるんですよ。今日はね、2023年の3月ですけれども、まあ、あと2、3ヶ月は受け付けてると思います。無料ですからね。気軽にね、申し込んでください。はい。最近ちょっとね、 増えてきましたおかげさまでね、えー、どんどん申し込んで明るくなりましょう <laughs> ね。はい。で、ぜひですね、チャンネル登録お願いしますね。それから、ここまで見て、あ、面白かったためになったと思うんだったら、高評価ボタンお願いします。そして、コメント欄にはですね、感想、質問、リクエスト、どんどん書いてください。ね。えー、それを参考に私も動画作っていきますからね。はい。ということで、今日はこれですね、聞き手に好かれる読み方、話し方ということでお送りいたしました。明るくなりましょう。明るくね。<laughs> ということで、そろそろ お別れです、えー、お相手は気まぐれアナウンサーユージニーでした今日もご覧いただきまして本当にありがとうございましたそれではまたさようなら